はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゆうき30代です。さあ本日なんですが、皆さんはエレメンタルヒーローコスモネオスというモンスターご存知でしょうか。これねバーカ強いんですよね。出せたらです。効果なんですけども、エレメンタルヒーローネオスプラス属性が異なるネオスペーシアモンスター ×3 っていうあまりにもおめえ条件で、出せますと。はい、でコンタクト融合体ですね。でこのカードはエクソリ機関の副召喚に成功した場合、相手はフィールドで発動する効果を発動できないという、まあカラミティとかあの辺の効果ですね。そしてこの効果の発動に対して相手は魔法トラップモンスターも発動できないということで、まあ、通れば勝ちみたいなあの効果をしています。でこれをね今日はね相手のターンで出していくというね、デッキこれです。カラミティとかって相手のターンで出せたらダメなんですけど、このねコスモネオス君もあの相手のターンで出せるカードがありまして、これがフェイバリットコンだったね。これちなみにデッキはね、なんかね最近対戦相手の方が使ってたデッキをね、あの大いに参考にさせていただいてまして、はい、このカードが手札フィールド墓地または除外されているモンスターの中から融合素材をデッキで戻して融合できるよっていう。でしかも融合モンスターを召喚条件無視できるよと、ヒーローモンスターを融合されてする場合ね。なんで、このフェイバリットコンタクトの相手のターンにこれを出していく。で、相手のターンに出したいんだけど、属性格となるネオスペーシアモンスター3体と、ネオスを素材用意しなければならないと。これをね、展開の中でやっていきます。まあ、ヒーローって展開力すごいんで、結構簡単に素材は揃えられます。例えば、ヘルデバイサーとかね。このヘルデバイサーとかっていうモンスターは、これ、融合素材をそのエクサデッキのモンスターにチラ見せしてなんかかき集めるみたいな効果がありまして、まあ、これでかき集めたり、あとあのプリズマでボッチに叩き落としたり、まあ、そういう動きをして、まあ、素材をかき集めていくと、まあ、いうね、動きをしています。でねヒーローを使ってる方だったら多分ね簡単だと思う。結構割とまあちょっとコンボ枚数はね、まあちょっとどういうハンド になってるかはちょっとあれなんだけど、例えばまあヒーローアライブプラスまあファリスとか、まあディアボリックガイとかなんかそのエアーマンとかなんかね、いろんな手札からいけるんだけど、何にもネオスペーシアンが引いてない場合は、プリズマで1枚ちょっと墓地にネオスペーシアン落とさないといけない関係上ですね、プリズマを出力できるハンド盤面に、まあ、ソリッドマンの融合素材になった時の効果とか、あとまあ普通にアライブで持ってくるとか、墓地から蘇生する的なね効果とか、あと召喚するとか、なんかそういう効果を使ってプリズマを盤面に出力した上でいつものヒーロー展開ができれば OK みたいな感じです。まあ、ヒーローはね展開力がすごいんで、まあ結構いろんなハンドからあらゆるハンドからいけるんで、ちょっとね展開をお見せしてければなと、はい、思ってます。早速ねトリプルコンタクト融合、トリプルか4体そうやってるからなんかトリプルでもねえ気がするけど、うん、やっていくわ。最強モンスター爆弾差し行こう、コスモを感じろデュエルスタンバイ。さあガッチャしていくぞ、ガッチャマンしていくぞ。これアライブ2枚マジ強くね、アライブ2枚マジ強いんだけど、これアライブ2枚の時さ、アライブ裏裏ってもう一回アライブっていうからさアライブに裏裏、はい、もう一回アライブってことできるから最悪なんだけどさ、マジでちょっとなんかなそうだな。ゾウジーも裏裏もねえのか、相手ダラドーリってことこれ、展開これ強くない、これハンド、待ってちょ、ハンド強すぎ、ワロティングワルタなんですけど、これやばい。ちょっと何持ってきていいか逆にわかんない。これエマージェンシーコールして、これマジ強くね、これやばくないこのデッキ。まあ、ニビルだけですかね、多分、まあ。まあ、ちなみにニビルはちょっとさすがにケアできないかっていう気はするんですけど、まあ、ちょっとソリッド守ってきて、ソリッドエアーしますか。はい。ソリッドエアーをしに行きましょう。ソリッドマン召喚。ソリッドマン。こうだぞ。で、エアマン。ウィー。こうかぞ。ソリッドエアーとかもう何億年ぶりだろう、やってるの。もう最近ソリッドマンちょっとヒーローデッキからもうぶち抜いてたんで、ずっと一生。最強コスト持ってきて、史上最強コスト持ってくる。で、ファリス出す。ちなみにヒーローも、ドラゴンリンクバリに展開長いんで。まあまあ迷惑っていうね話はありますけども、まあまあ迷惑説で、インクリース、まあ、この辺でリリースとか、
はい、で特殊召喚ほいでこうだぞ、バイオン特殊召喚こうだぞ、これはまあプリズマですね。でプリズマを、ソリッドマンの融合さんにした時の効果で蘇生するスタイルでいきましょう。こことここでまず一旦リンクして、はい、これニンペリもうないですね。これだ展開ダラ通りですよ。これ展開ダラ通りはマジで分からせられそう。でディアボリック蘇生 A でこう、あ、ちょっと先に融合サーチとか融合サーチ、はい、 OK。 ヒーローこれあれだな、なんか全ヒーロー使ってるのがかっこよくないもんね。っけデスティニーもビジョンもさ、エレメンタリーも、まあ、これからエクストラも使うし、エクストラヒーローね、エクストラヒーローも使うし、ネオスも使うし、ネオスペーシャも使うんだけど、これもう全ヒーローの集合値みたいなデッキじゃん。最強か。でこうすんだろう、融合アンドサンライズ、サンライズ、レイキッドマン、ソリッドマン、ゴーサンライズ融合召喚、待って、チェーン1ソリッドマン、タイミング逃すからチェーン1ソリッドマンにする。あ、タイミング逃すからエアーマン蘇生しなきゃ別にいいのか。最初プリズマーだもんな、これプリズマー蘇生でリキッドマンチェーン2でチェーン3でサンライザーにしないと、リキッドマンでミラクルフュージョン引くとかいうゴミが発生するから、こうしないとダメ。はい、で2枚ドロー。あー、まあ、そんな強くないけど、ファリスでソリッドマン特殊が OK で、プリズマ効果、まあ、これはですねフレアスカラベでいいか。自分をなんかエクストラデッキのモンスター見せて、なんか素材 の、ま、名前にするみたいな効果。ほんでてかさ、マジでさ、プリズマ使ったの久しぶりすぎるわ。これめちゃくちゃ久しぶりプリズマ使ったの。でエクストラヒーローワンデドライブ、ワンデドライブでディアボリックガイ効果を除外して特殊感、おいで、ワンダードライバーの効果融合を再セット効果発動で、デストロイフェニックスかい融合召喚、わお、ガッツポーズからの、ミラクルフュージョン発動。ミラクルフュージョンの効果により融合素材としてモンスターをゲームから除外し現れろ。フィーン Wake up you are elemental hero Wake up いつの日も Always 日は昇る君の熱い思いを泣いてみれば Stand up。 いやこれあれか、もうプリズマいらんか。プリズマ爆破してで、リクルートスピリットオブネオスバックタンストレッチマン効果像、エレメンタルヒーローマジックトラップカード持ってくる、フェイバリットコンタクツ&スピリットオブネオスの効果、戻してネオスを爆弾、イエーイかっこいい。エイスねんだよな、このモンスター。なんか謎にエイスねんだよな。ワンダードライバーちょっと残しときてえな。ワンダードライバー残しときたいですね。ちょっとリンク先埋まっちゃうんですけど、まあいいや。エクストラヒーロー、ヘルデバイサー、リンク召喚成功時効果を発動。相手に、エクストラデッキを自慢し、そのモンスターに描かれている、カードをサーチすることができるぜ。ブラックパンサーと、鬼畜モゲラを手札に加えていく。最強で、カードを1枚セット。カードを1枚セット。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しようってやるか。やべ、残り60秒、マジで時間ねえよこのデッキマジでドラゴンリンクもびっくりの展開力。さあこれで、相手のドローフェーズでぶち込んでいきましょう。フェイバリットコンタクト除外墓地フィールド手札全てから融合スタイルをデッキに戻し、ヒーローを融合召喚するぜ。ヒーローは遅れてやってくる、カッコサイバー拒否ヒーロー。はかー、なに、何よ、あんま関係ないですけど、それ
除外されているところからもういけますから、あんま関係ないですね。しかも対象取ってない選手、これそんなカードは効かない。ヒーローは無敵。融合召喚条件はエレメンタルヒーローネオスプラス属性が異なるネオスペーシアンモンスター3体。うおー、現れろ史上最強ヒーローモンスターエレメンタルヒーローコスモネオス、コスモを感じろ。うおー、効果発動。はい、お前フィールドで効果発動すんな。これカラメティです、コスモネオス君。融合召喚に成功したときにはなんかもう何打点引く。デスメに強え。コスモネオス君ね、あれなんですよ、フィールドで発動する効果が一切発動できないよみたいな効果ありまして、カラメティです、実質ね。はい、もう対話拒否完全なる。まあこれは多分デッキ解説のパートでやってんじゃないかと思うけど、さあお相手し困ってるぞ。の500攻撃力500のなんかユニコーンがドヤ顔で立ってっけど、ちょっとヘルデバイスは邪魔やな。ちょっとヘルデバイスは殺すわ。で効果起動、まあ、墓は一生ケアできるからね、これは戻んない。フェイバリットコンタクトでネゴス戻したら、あのネゴス言うことは戻んないから、デッキに強制退社できないから、残業させるから圧倒的に。攻撃表示、これ打点いくつ ?7 球あまり足んねえのか、なるほど。E、エマージェンシーコール発動、もうサレンダーしてくんねえから、もうなんかやる意味あるよこれ。これエアーマンサーチングして、これってさ召喚でもいいんだっけ、召喚としてのか、なるほど、じゃあ召喚するわ。召喚でワンダードライバーの効果、ミラクルフュージョン再セット、さらにエアーマンの効果発動、ヒーローをサーチ。これマジでエアーマンの一番の効果の魔法トラップ破壊さ、おお、ありがとうございます。これ、まあ、間違えるんだよね結構、これさ2番にしてくんねえか、魔法トラップ破壊する方の効果。うわ、なんもない、何もない。ソリッドファリスできない、ソリッドファリス無理か、リビオッコやべ、あーおーヤカオか、おヤカオやんこれ、多分おヤカオ、あおヤカオだな、オッケー了解。親顔ってのは、まあ、親の顔より見たムーブと言われている、あの竜実況チャンネル御用達のあれですね、なんかレベル3を2体特殊召喚してからゼンマイティ出してゼンマイムーブに移行する、これあの親の顔より見た光景と言われてますんで、まあ、親顔ムーブと言われています。はい、マジでこのギミックね、世界最強だからね、できないことないんだよね本当に。このギミックでできないことほとんどない、マジでクソ強い。なんかそのクソデッキ考えるじゃないですか、僕クソデッカーなんで、一応クソデッキ考えるときもね、なんかね結局このギミックがいっちゃって強いから、だからねもうなんか他のギミック使う意味があんまないんだよね、なんか強すぎて、その悲願ギミックが何でもできるんだよ本当に。なんかあんまなんか違うギミックをね使う意味もないなってなって、なんかもうクソデッキ考える記録が失せるレベルで強いですこれ。はい、ああなるほど、ガス対の追い風強いな。スカルテッドの効果でこれ何引いたんだろうな、ちょっとわかんねえ、なんか全然見てなかった。あの上にガーディアンスライム来た、ガーディアンスライムやば、マリクじゃん、魔導雑貨商人、おーやべえことしてんなお前、 AD チェンジャー、あーやばいことしてんな、サイバースガジェット、まあまあやべえことしてんな、なんだこれ、あ G なんですか、なるほど、Gランティスで、効果無効全リセットね、なるほど、全部飛んで、でもう一回戻ってくると、これで魔導雑貨商人を、裏側で出してリバースしてくるスタイルですか。リンクディサイボサイバースガジェッツトークンデール強すぎ。強えな、すごい強いわ普通に。これガーディアンスライム出ているけど、これ何すんだこれ、サーチ入れるたらさ、だってさあれだよね多分、これサーチ入れたらさ、デッキトップなんかあれなんじゃ、あ、そっか、リンクディサイブルいいのか。なるほど、インシーの呪文テントに加えて、で、リンクディサイブルで、引いたやつ戻して、魔導雑貨リバースとか。なるほど。やるやん。なかなかやるね。チェンジャーだね。やばいね。これ魔導雑貨商人、叩き起こされるね。やばいやばいやばい。やばいことした。
これはあれか、デッキ全部墓地送られるのか。なるほどね、これで仕込んでおいた西の呪文を回収と。なるほど、これでヒエラティックテキスト栄翔か。あれれれれれやつこれ、これ出た西の呪文、ラーの抑止力を回収し、このターン1回だけアドバンス召喚権が増える。これ強えよなマジで、イニシエの呪文このから最強やから。で効果発動除外する。で生贄を束ねし力を発動ね。これ白雪、なるほど来るか。で何、ラーの抑止力、ラーの抑止力天を前へ不死鳥となりて、ライフポイント100、12750。大丈夫かお前、これ足りないぞ。射出するんだって足りないぞ。ハイドランダーオービット誰だよお前、誰やお前。墓地のこの除外して自分の墓地のモンスターを対象としてデッキの一番下に戻す。いや分かんない分かんない分かんない、ビッグマックス戻された。何これ、大逆転クイズ、何誰あ今モンス戻したもんね、モンスターモンスター戻したもんね。やるやん。えでどうすんの、えやばい、白雪やばい、白雪やばい、赤赤赤赤赤赤。えこれどうすんのこれ、忍びネクロ、えなんか、えもうガンマンラインですけど、これ私ガンマンラインですけど、我ライフ100なり、これレベル42体でなんかオーバーレイしたら勝ちでは。なんかいつからこれくれましたねこいつ、なんだか進行でもすんのか、忍びネクロわからん。え何これ、流絶乱誰誰、お前誰やねん、